自分の全力プレーを見てほしいです。ここでドラゴンズを代表して大島洋平選手より花束が贈られます。続きましてイーグルスを代表して阿部俊樹選手より花束を。続きまして平田良介さんのご家族より花束が贈られます。ここで平田良介さんよりファンの皆様にご挨拶をさせていただきます。本日はこのようなセレモニーを開いていただきありがとうございます。セレモニーに関わっていただいた関係者、スタッフの皆様、本当にありがとうございました。
中日ドラゴンズの皆様、中日ドラゴンズファンの皆様、東北楽天ゴールデンイーグルス、阿部選手、浅村選手、そして東北楽天ゴールデンイーグルスのファンの皆様、セレモニーに参加していただき本当にありがとうございました。泣かずにセレモニーしようと思ったんですけど、もう大島さんから花束もらった時に泣いてしまいました。思えば2007年日本一から始まり、リーグ優勝も経験させていただき、その中で期待以上の成績は残せず、死に物狂いのプロ野球生活でしたが、本当にたくさんの思い出をいただきました。辰巳監督をはじめ、和田さん、森さん、落合さん、荒木さん、たくさんのことを教えていただき、そしてそれを後輩のみんなに伝えていけたのかなとは思います。本当に開幕前のこの忙しい時にセレモニーをしていただいて本当にありがとうございます。自分自身まだまだやりたいという気持ちはないといえば嘘になります。しかし引退発表するまでに納得をすることができ、体はもう動かない、思った通り動かない、だからこそもう野球を現役をやめることができました。今まで毎朝ご飯を作ってくれた家族のみんな、ありがとう。そしてプロ野球選手になる体を作ってくれたおとんおかん、ありがとう。これでプロ17年間にピリオドを打つことができます。最後にこの17年間たくさんの声援をいただいた中日ドラゴンズファンの皆さん、本当にありがとうございました。プロ野球選手として程遠い選手でしたが、ファンの皆様の声援が後押ししてくれて、いい結果を出すこともできました。本当にファンの皆さんのおかげだと思っています。今年からは平田亮介はいませんが、ぜひ中日ドラゴンズの今ここに並んでいる選手たちを応援してあげてください。今年こそドラゴンズが優勝してくれると思います。僕も陰ながら応援しています。本当に頑張ってください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。
Thank you.
拾った拾った